空爆を液地に帰投したアメリカ空軍の F-16C デルバリットフォース作戦は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の最中の1995年に、北大西洋条約機構加盟諸国が行った、ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア陸軍に対する空爆、及びその防空作戦である。作戦は8月30日から9月20日の間に実行され、 15カ国から400機の軍用機と5000人の兵士が動員された。詳細は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を参照紛争末期の1995年、ボスニア・ヘルツェゴビナ領内のセルビア人勢力が、首都サラエボを狙い迫撃砲弾を発射、市内の市場に落下し、市民38人の死者を出した。この地域は、国際連合によって決定された。 ボスニアの安全地域に含まれていた。この事件には世界各国から広く抗議の声が上がり、国際連合保護軍の死。その後、NATO は数ヶ月間にわたってセルビアのボスニアへの攻撃活動を阻止する空爆作戦を練り、290機の軍用機をイタリアを中心とする18カ所の基地に配備し、セオドアルーズベルトでも多くの環状戦闘機を配備した。 配備完了後、デリバリットフォースの作戦名の下、空爆作戦が実施された。作戦に参加する軍用機の大半は、アメリカ空軍機で占められていた。防空を任務とする軍用機は、ミラージュ 2000C、十 -16、チーハリアー、カイイマナス -14 であった。またその他に、この作戦での防空制圧を任務とする航空機は、アメリカとスペインのカイ、 A-18、ス -16 チャーム、EF-111、EA-6B、トーネード E シアーであった。また、外部では、アメリカ、フランス、イタリアの KC-135、イギリスの L-1011、スペインの KC-130 による、空中給油支援、ス -14、ミラージュ回 1CR、ジャギュア、ミラージュ2000偵察型、 オランダの F-16A 偵察型、ハリアー偵察型、C ハリアー偵察型、RQ-1 プレデターによる偵察支援、RC-135、EP-3、ES-3 EP、C-160、DC-8 運用型による電子妨害支援、フランスの E-3、アメリカの E-2C による空中警戒支援も行われた。 作戦は慎重に行われたが、特にセルビア軍の対空砲と地対空ミサイルに関してはかなり慎重に作戦が行われた。これらの地上兵器は、作戦前に海1 6ーハリアー G-222 を撃墜していたためである。そのため計画検討の際から空爆攻撃の任務執行と同時に、これらの兵器を排除、停止する努力もすることになっていた。 アメリカ軍機が撮影したセルビア軍施設の攻撃目標作戦は、1995年8月30日午前2時ごろ、セオドア・ルーズベルトから出撃した海 A-18C、アビアの空軍基地から出撃した海 -16C による空爆によって開始された。外部では EA-6B、EF-111 EA、e、EC-130 も支援をしていた。 作戦上初めての攻撃はサムとセルビア軍の指揮施設に対するものであった。作戦中の9月1日からナト o 軍はセルビア軍に対し48時間の交渉時間と攻撃中断の機会を与えた。交渉にはフランス軍のベルナールジャンビエール中将とスルプスカ共和国軍司令官のラトコムラディッチ大将が当たった。交渉はしばらく続いたが 進展が見られなくなったため、ナト o 軍は9月5日から空爆を再開した。9月5日頃からの攻撃では、クロアチア軍も北部での攻撃を開始し、ビテーズからセルビア軍を排除しようと躍起になっていた。その後も作戦は続き、セルビア軍はかなりの被害を受けた。9月14日に、ムラディッチ大将は停戦に合意、サラエボ市内へのナトウの立ち入りを許可し、 重火器も引き上げ始めた。その後も、ナトー軍による空中監視は続いた。しかし、10月に入り、セルビア軍側が停戦条件を破り、ナトー軍は再び、セルビア軍に対する小規模な攻撃を再開している。1995年11月に、オハイオ州デートンで、セルビア系、ボスニア系、クロアチア系の政治主導者が、停戦合意に調印。 事実上戦闘は終結した。完全な紛争終結は10月13日である。ありがとうございます。